7番ホールのアイホールをカットしていきます。まずはカットする前にそしてドライヤーでヘッドを温めて柔らかくしてカットしやすいようにします。1分半ぐらいドライヤーでやるとこのぐらい柔らかくなるので、こうなったら藍をブスッと刺してカットしていくんですけど、カットするときはナイフを動かさずにヘッドをぐる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 っていう回しながらカットした方がやりやすいです。柔らかくなってるんでサクッとですね、カットしないように。でカーブは気をつけてあまり角張らないように。でこのコーナーは難しいな。とにかくナイフを動かすとオーバーランみたいな感じですごいところまで切れちゃうんで、はい、こんな感じで片目切れました。じゃあもう片目も切っちゃいます。こっちからやった方が、目尻からやった方がいいかもしれないですね。よいしょ。あ、硬くなってきた。はい、こんな感じで完了です。続いて6番ヘッドのアイホールをカットします。またドライヤーで温めます。はい、1分半ぐらいやりましたが柔らかくなってきたんで硬くなる前にカットします。はい、ザク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 と。この目尻のところがですね、この目尻の奥が引っかかってるんで硬いんですけど強引にいきました。はい、はい、もう一個片方も。あらららららら。はい、6番完了です。続いて9番ヘッドをカットします。またドライヤーで温めます。はい、柔らかくなったのでカットします。目尻側からいきます。
エロ球完了です。続いて10番ヘッドのアイホールカットします。またドライヤーで温めます。はい、1分半ぐらい温まったんで、また目尻からカットします。硬いな。はい、10番カットしました。これで4つのヘッド全部カットできたので、今回はこれで動画終了です。あとですね、この切ったソフビなんですけど、この切ったソフビはですね、ただのゴミなんですけど、今後ソフビ盛りをしたいという時は、このですね、サンデーシートで溶かしたソフビを作ることができるので、使うかもしれないんで、取っといた方がいいかもしれないです。はい、以上で動画終了でございます。動画をご覧くださいましてありがとうございました。次回はアイホールをアイサイザーでカットする動画を作りたいと思います。それではまたね。バイバイ。